今日も全力ぶっちぎり、マキピラ君と、リオでございます。はい、今回はですね、ストライカーカード、ガチャリドラカード、ガチャリドラカードです。ガチャリドラカードや、はい、で、お互いにメイン、サブと、4枚か引いていくんですが、はい、これここで使ったなとかね、ここで使えるかなとかね、そんなこともね、キャラクターの紹介とかもずっと入れながら、今から引いていきたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、で今回の限定キャラクター、ツタンカーメンとエンマ。おう、エンマいつ受信化すんねん、なんこれな。ねえ、うん、でももう近いんじゃないと思うで。うん、うん、とりあえず俺限定キャラクター引いたことないから。そうやな、引きたい。まだ出てないもんね。うん、ちょっと早速めくっていく、めくっていくで。大丈夫か。大丈夫じゃないわ。こっちサブやから10枚ね。うん、でいきますよ。私あれだから、水だから。またウボサスラか。いつもそうなんで。まだ出会ってませんので。俺はツタンカーメン。いきますよ。うん。せーの。はい。1枚目。はい、ツタンカーメン来ました。ベリー。ツタンカーメンそれ。は、しゅっかうわ。カーメンなかった。あー、どうしような。千の利休って言えばさ、あれはロボットキラー持ってるからさ、ちょっとこっちや。これこれこれ。あ、どうしよう。どうやっていこうな。昔、ワンパンしてましたね。神殿ね。昨日ね、俺が説明しろ間もう一回ですね。いや、いいっすよ、いいっすよ。使わんしと思って。はいはい、使えますよ。どこで？あそこや。どこ？豪絶。豪絶何？レクイエムや。ワープダメージオールやろ？ああ。正解や。違うやろ。今完全に俺のこと疑ってたやろ。今の感じ。あ？完全に疑ってたな。疑いの眼差しで調べたな。わかん。はい、引くぞ。あ、もういいの？うん。二枚目。せーの。これは、エンマを当てる、これで。あれや。あれや。信長のとこの子や。ゴッホ、これ。忘れた。あ、ルイス・フロイス。でもさ、ゴッホって確か豪絶使えてるな。アリアじゃなかったっけ。ゴッホどっかで使った。ごめん、嘘ついた。ブロック持ってなかったわ。どっかで使った。エデンや。昔エデンで使った。ほんと昔やん。受信化の前やん、それ。ほんと、その時はエデンってめっちゃ使ったの。あー、うん、あんま使わねえな。ルイス・フロイス。ルイス・フロイスといえば、アーキレット。あ、アーキレットで一時期使われてたんやけど、うん、今ではね、あの K とかさ、 あの辺が来たからさ、ちょっとクビになっちゃったかなという感じでね。残念なこれね。うん、よし、次行こう。みずみずと来とるからいいんじゃないのこれ。ここ行くわ。これウボササで引いてマウント取ります。下攻めます。はい、せーの。来いよ、ウボササラ。あー、悪そうな顔や。リゲルだっけ。惜しかった。属性は当てた。そりゃそうやな、水引いてる。私ずっと属性いっとる。エボルブ。なんかどちらかというとスタジアムで見るイメージが強いかな。あ、確かにね、うん、実際使うっていうよりも使わないよ、この人。リゲル使った覚え俺も全然ないな。使わないよ、弱点キラー M とか持ってるよ、うん、そう、だから火力は出せるんやけど直殴りの感じやんな。よし、適当にいこう。4枚目。おう、せーの。はい、ニュートン。一時期ね、一世を風靡したニュートン。すごかったよな、マジで。この子だいぶいろいろね、やらかしたよね。ノマからコンプレックスか。すごかったね。すごかった。こいつ欲しいみたいな感じだったもん。パルバティ。あ、近畿やな、確か。近畿の17かなんか。そうそう、17。あ、うん、最近ニュートン全然使ってない。こうやって見ると結構使えるな。確かにな、フォーミング持ってるからティルナノーグとかでも使えるし。しょ、いくで、5枚目。この辺か。せーの、ポン。ボサスラこやんかな。あ、属性だけ強みるな。ディルブット全然使わない人。さっき見たな。疑われたキャラクターやこれ。この人ほんとね、使わんでね。そうやな。残念な人。残念かな。マジ下めっちゃ攻めるやん、うん、せーの。はい、アラジン。
大彦か。古いの来たわ。これは重心が来たや、重心が来たや、まだまだしてないんや。とにかく来たい、期待のキャラクター。さっきアラジンも使ってないからな。そうやな、もうなんか使わんくなったね。アラジンでさ、パンドラでさ、なんかデルルルルルルルって流行ったよね。流行ったね。パンドラやったっけ、ダルタニやったっけ、なんか忘れたけど。パンドラやなかったかな。パンドラか。で、ここあと4枚や。おいきます、せーの。限定、限定。マーモン、マーモン。どちらかって言ったらアルファやな。アルファが活躍したって感じやな。リシン自体は、うん、かわいそう、これ。え中心感前やな。びっくりした。そうやろ、なんでと。いや、それでもかわいそう。あ、ダウトいけるんだ。いろいろいけるじゃん。そうだよな、スペック高いんやけど使わないな。ハービセル、これ SS の結構強かったイメージあるから、うん、ハマったら強いんやけどな。ハマらんな、ハマらんな、うん、ハマらんな。あと3枚。はい。いきます。せーの。はい。ああ、サル。パーシーやった。サル。これコピー持ってるから、どっかで絶対光ると思ってんねんけど。コピー持ちよね。光んねん。バランス型のコピーやで、光りそうで光らないな。友情ブーストまで持っとんのにな。おかしいな。秀吉強いけど、最近使っとらんことない？あそこで使ったな。拠点。17? あ、そうそうそう。次、ここ、ラスト2枚。ここやば、もう？いきます。せーの。あんな必死こいてダメだ。エゴサスラは？あー！あー！今どうし。アライアンマラソンをする人には、いいキャラクターです。雨の生命。ちょっとコネクトがめっちゃ厳しいんやけどな。コネクソってやつ？そうそうそう。まあ結構コネクトの章を使ってる人も多いよね。岩投手は呼吸トスも強い。岩投手といえば壁ドン。せえ。いきます、ラスト。ここで俺が限定キャラクターを引く。押しちゃった。あー、捕虜。あー、坂本。夫婦や。夫婦や。すごいな。なんだこれ。なんだこれ。なんなのね。どういう終わり方。あ、もう強制的に戻されたわ俺。え、なんでそんな感じなの。じゃあジャリドラ、あの、あ、そいつが溜まっちゃったのね。と、うん、いうことで戻ります。アベノさん持ってないんだ。じゃあアベノさん、ルイス・フロイスだけやわ。じゃあ確定やな。メインを持ってるけどね、ここしかないので。じゃあな、もう発言を逆に言わ、スッと選べた。はい、うん、悩むことない。ます、発言、発言いいね。まだ発言があっただけマシか。オッケーオッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。使うか分からんけど俺もはい、メインですよ。はい、あれ前回さ限定キャラクター引いたのどれやったっけ。どっちやった。うーん、サブやったかな。どっちも引いたことある。あ、サブだけかもしれない。あ、ちょっと覚えてない。ほんと、まあ俺今日引くからずっと引けてないずっと引けてませんやん。今月こそ引くんや。あ、これ水がこっち寄りやから、あの左2列いくわ。あ、下下2列でもいいな。どっちにしような、うん、どっちにしよう。とりあえず水押しとけやいきます、1枚目、ね、割ります。はっ、割ります。うご、スタッ、古い古い、すごく古い、すごーく古い。193番、スサノオです。スサノオ強いやん。強いです。あのコネクト緩和されてよかったよね。あ、うん、マゼランですね。強いとこには強いけどな、あのキラーがな。そうそう、ぶっ刺さってさ、どっかで使ったんやけどな、ちょ覚えてないな。高いか、うわ、さすら引こう。私が引くんやん。いきます、せーの。俺が引いて、今月は来ると思う。あ、これいらんって言いたい。あー、これあの妹子やろ。あーなーなー、今かドラえもんみたいな周囲、周囲はこの弱点効果大アップ。あ、いいね、これがいいんすよ。ただ使わねえ使わねえの。キッコー封じ EL よ。ああ、これどこやったっけ、どっかの。ノマとかで使われてない確か。近畿拠点39、最近や。39お前だ、使ってへんわ。どんなとこやったかちょっと分からん。ちょっと俺も、うん、記憶にないなだーだーだ、どこどこかな。エンマ引こう。いきます、せーの。いらんけどエンマ引こう、限定キャラクターが引きたいだけ。あ、話題の子、話題の子、ナスカさん。まだね、これ重心化回発表あってまだ来てないからね。そうやね、明日か。明日やね、うん、
あれアキラ。あれそのそれもなんかよう見るね。うん。芝生やったっけ、芝生、本当は。アキラです。アキラです。いきますよ。おせーの。ウボ。限定引き合いのかな。あー、タナトス。あれんちょっと待って、俺は、持ってたかな。俺やったから出たんじゃなかった。手かかったよね、気にするんだけど。じゃニューって出るやろ。取得済みよ。持ってたわ。済みですよ。済みか。タナトスさん。タカラスは、使いません。タナトスさん、29。これさ、でもさ、そやな、加速持ってたよな。加速なくなってしまったよな。残念やね。つら。で、わからん。中心抱えで加速復活するかもしれんな。ここ行こう。いいな。うん。はい、だって出へんもん。はい。行きますよ。せーの。ウボ。ウボウボ。ウボウボウボ。ウボ。あと、これ、あれや。ほら。キラキラした子。なんか俺、今日加速かも。読みで、キラキラした子。レンブラント。レンブラントは SS が強い。88なんやけど、これ確かね、2段階目3倍強かったかな。これ重心抱え来たらなんかすごいことになりそうね。確かブーゲンビリアと同じストライクショットやって、うん、まあブーゲンビリアの方が後なんやけど、うん、レンブラントと同じストライクショットって、めっちゃ強いやんって言ってた覚えあるわ。加速持っとるで好きやけどな。コルセアちゃんもな、加速あるんやけどな。加速ばっかやな。本当やね。走り出したら止まらない。なんか思ったな、そんなな。分からん、盗んだバイクで走り出すみたいな。違うわ。違うの。走り出したら止まらないぜ。知らないわ。あ、俺もなんかちょっとよくわからん。もう完全に事故ったよ、今。適当なのよ。よし、メイクロ。はい、せーの。はい。自作って言うな。まあ、そこ掘り下げんな。あー、ランマル。あ、よし、頼んで。ポメラニアン。いい声の犬。ダリアちゃん。私この白い方が欲しい。あ、これやろ。こっちモフモフ。めっちゃ気持ちいいやん、絶対。これ、ダマスカスかい。あーはーはー。めっちゃ強いで。ワンちゃん。めっちゃ強い。拠点18でもめっちゃ強いやけど、ダリア持ってる人はね、厳選しとくとね、何やったっけ？何これ？覇者の塔の前にさ、何やったっけ？玉露？超絶とかさ。もうなくなった、なくなった、玉露なくなった。前ってでも天馬？拠点？何が言いたいの？近畿？トーナメント。あ、絶級？あ、そうそうそう、絶級トーナメントとかね。はいはいはい、これじゃわからんくない？あ、分からんな。絶級トーナメントでダマスカス回を来た時にダリアぜひ使ってみてください。めっちゃ強い。これあれ、この白犬の方が強いんやろ？ん？白い犬の方が強いんやろ？そうかもしれん。ハンバル全然使ってねえんだな。これ重心か下回まだか。ランマルでも SS 強いで。好みやけどな。ああ、一応ワンパンできちゃったりとかするやつやから激しく貫く。うん、次ここここ周遊の上、あと6枚ですよ。押しちゃった、押しちゃった、押しちゃった。ちょっと早い、早いやん。あーんと、これ高杉晋作ババアババアババアじゃないし、ババアじゃない、アリババアリババ使ったな。サザビーやったっけ。あー、サザビーでちょっと使ったな。はあはあ、なんか使ったね、うん、高杉さんはちょっとな。うんうん、うん、次行こうか。あと5枚。おう、ここ行こう。行きます。せーの。俺属性めくっていこうかな。全然水すら、あ、水すら全って言っとったら水出たけど、この人違うやん。サラスバッティ加速加速サラスバッティ、モーツァルト。モーツァルトさ、重心化結構使ってさ、若い来てめっちゃ使うことになるんやでってパーって見た時、なんじゃこれってなったよ。全然やったな。めっちゃ期待したのにな。死んだやんって。すごいお世話になったのにね。あれあれってなったな。ああ、クリスマスバージョンまであるキャラクターなのに、重心化界で絶望を与えたキャラクター。一気に使わなかった。な、サラスラグナロクってイメージが強いな、俺は。そう、うん、入っとらへんわ。そう、あ、もうあれや、そう、貫通なって。ああ、重心化する前の話。あと、そうそうそう、 あと加速持ってたやん。ああ、こっちか、これやな。うん、いきますよ。おせーの。こ
エゴサすら出てないやん。ああ、これ出たな、なんかいつぞやもんな。あ、でも持ってないわ、ブーゲンビリア。うわ、それええやん。なあ、うん、サーバー持ってたんじゃない、確か。懐かしいな。あ、ブレイクめっちゃお世話になったわ。なんかどっかですごい使ったよね。キンキ、キンキ、キンキやったっけ。うん、23、28はじめこの原則壁ダメージウォールのキャラクターが全然おらんくて、ブーゲンさんは嬉しいな。なあ、天魔5、ちょっとキープや、キープで。ウボサスラ来たらどうすんの。ウボサスラでしょ。頭おかしい、だって持ってるもん、ブーゲンさん。嘘、さっき、あ、これは持ってないよ、他の端末で持ってるってことね。はい、あと3枚いきます、せーの。でも発言出たって大きいな。大きい。ネズミ来たわ。何が、寿司三昧、それか限定来たんかと思って寿司三昧。この前ラジオで出とったな、寿司三昧か、この声優さん。え、知らん。ほんと、うん、うん、ちょっと分かんない、ちょっとたつけど。あ、そう、うん、うわー、やるんかなと思って、寿司三昧って言うんかなとかって言わんでしょ。いや、さすがに言わんかったら。ネズミ小僧ですわ。あー、ネズミさん、ラウドラ。まあでも、優先的には使わんな。あ、どんぐりやしな。超どんぐりやから。あと2枚か。おぉ。サラスの隣行くわ。あ、ここ行こう。ここ行こう。なんか入ってないんかな、おかしい。今回もうや。一生出やへんから安心しよう。行きます、せーの。逃げとんねん、必死こいて。あー、属性揮発やったっけ、これ。そうやな、ハンニバルな。あ、まだ重心化してないんだ。使ってる人はたまに天魔1で使ってる人は見たな。一応状態異常回復も出て、重力も出て、ワープ対応してないけど、まあ、超バランス型にしてっていう人もいたね。本当完全に重心化待ちだわ。そうだな、まだしなかったんだね。ラストやん。どうしよう。ここ行こう。スサノオの隣に行こうかな。水やし。お。行きますよ。ラスト。せーの。俺やばいぞ。ウボ。ウボ。あー。これあれやん。あの人やん。源さんやったっけ。あ、違う、王戦やった。源さんと王戦やっぱ間違えた。ロミオや。ロミオか。持ってない人はな。結構やっぱビットブレーカーあるし、あと天魔1で使ってる人もいるから、ちょっと欲しいなって思ってる人もいるかもしれないけど、良さ持ってるわ。そうか、あれ今回俺発言ないんちゃうかな。王戦ってさ、なんかすごい、どっかで光の冒険戦の、あ、光やったか、うん、なんかすごいね、これ強かったよね。そう、あ、終わったんやん。めっちゃ使ったわ。あ、ブーゲンさんだけやわ、発言。でも発言おった、ででかいな、これこれ見よう。いない、ポメラニアのラックあげるしかないんじゃない。私これうるさいな。ええー、こんなんもうどれも変わらへんやん。なんかいつもあれよね、いまいちな感じよね。めっちゃマウント取ってくるやん。ほんまに。どうしようかな。ババル、うん、ババラック上げとこうかな。なんか複数持って活躍しそうなのはここかなって思う。まあ、加速ってさ、1体積めばいいやんっていう感じやん。どうせサブいっぱい持ってればいいんやけど。いや、ブーゲンさん、これです。ありがとうございます。天魔5。やった。クソガチャ。やった。クソや。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。はい。いやー、みんなどう？何引いた？ね、限定出たかね。何選んだかな。あー、出たやつ中でな。うん。まあそれ人それぞれやからな。そうやね。うん。まあここで使えるなとかね、わあこれどれにしようかなとか結構迷うかなって見えると思うんやけど、うん、まあ、もし最悪迷ったりとかしたらコメント書いてくれるといいかもしれないね。俺が答えれんくても視聴者さんで、あ、こっちの方がいいと思いますよとかね、うんうん、これここで使えますよとかね、ちょっと教えてくれる人が見えるかもしれません。だからもし迷ったらね、よかったらコメント欄書き込んでみてください。まあ俺も答えれるときはちょっとコメントを返事して、はい、答えたいと思います。はい、はい、ということで、よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。以上、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見れよ。見れるかい。見れるかい。最近それお約束みたいな。本当に、ありがとうございました。ありがとうございます。ガチャリトラカードって、いつまでのキャラクターが、
これ実装されてんのかな、あふっと思った。どうなんやろ。例えば今のさガチャ、うん、ガチャとか、あーわかんない、なんか詳細あるっけ、あるな、あ2月27以降に追加される新キャラクターは排出されません。じゃあ今のガチャの子はいない。そう、でも来月はじゃあこれ入るんや。そういうことやね、入ってくるってことやね。うーわ楽しみ解体新書絶対ゲットしようそっちな、うん、あのサブしか持ってないから、うわ来月楽しみ、みんな解体新書ゲットしようぜ来月。